はい、東京 YouTube 整体の、平野です。先日ね、60代の、女性の方、リュウマチ、みたいな感じで、20年以上、苦しんでいて、手の、もう本当にこわばりがね、強いのが、わずか20秒ぐらいの、指のチャクラ療法で、すごい20年ぶりの感覚が戻ったという話をしていただいたんですけども、その指のチャクラ療法だけではなくてね、その方はですね、やはり全身の関節が緩んで、靭帯が緩んでいた状態でした。ですからまず軸がね、全然もうグラグラになっていて、それを締めること、そして今度はそのエネルギーの入る回路を調整するチャクラ療法というのを取り入れた結果です。20秒といってもですね、その靭帯の調整も入っているので、もう少し時間がかかったと思うんですけども、そんな感じでもう涙声でね、感想をね言ってくれて、本当に整体師をやってきてね、よかったっていう思った瞬間でした。そんなご報告をさせていただきました。ありがとうございます。今蒲郡市と愛知県蒲郡市、そして東京大阪でもですね、月1回ずつ出張整体しています。よければご覧ください。